ペテです。ネオです。はい、本日はウィニングイレブン2020で全員メッシ対全員クリロナやってみたいと思います。いや、どっちが強いんでしょうね本当にね、これだけは分かんないですけど、多分点の取り合いになることは確かだと思います。まあ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 、で、とりあえず今回は、まあ、クリロナがベタで、メッシがネモさんという形の、一応事前説明しますが、プレイヤーのスキルはまあまあ、あの加味せず、まあ、選手がこういう構成になってますよっていうのを楽しんでいただければいいのかなというふうに思います。はい、ではやっていきましょう。これすごいな受けるんだけど。確かに全員ですからね。これ入場から面白いんです。ゴールキーパーがマジでめっちゃおもろいんだけど。さあ、はい、やっていきまーす。これやばい、もうすでにやばい。あ、これ嘘。あ、はいはいはい、あ、ショートコーナー来た。あー、これは確かにヘディング嫌だな。クロス嫌だな、確かに。早っ、はい、あ、やばいやばいやばい、あ、マジで、あめ、ちょっとそれやばいな、確かにそれ強いわ。そう、もうクリロナエサイド攻撃エグくない。それで行くしかないから。ちょ、待って待って待って、ちょ、リプレイ見るけどさ、勝ってないもんね、全然今のよく外したな、みたいな、逆に。確かに、入れて欲しかった、今の来たよ。やばいやばい、グラウンダー逆に。あ、やべ、うわ、来たー。うわー、やべー、全然動かないですよね、ディフェンス。確かに、それな、それな、前に来た時の圧力やばいけど。33番のメッシュ行きます。面白い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 全員メッシュ。これえぐい、これえぐい、これやばいな、マジでマジで。フィジカル面全く勝てないんだけど、ワンチャンメッシの方が使いやすいかなとか思ってた時期もあったんだけど。あ、やばいやばい、強い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 、危ねえ。あ、やばい、それはやばい、えぐい、それはえぐい、えぐい、うわあ。ちなみにこれ控え選手いないんで。確かに体力やばい。そう、控え選手いないから多分後半はもっとえぐい。うわあ、ファール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 、ファールノーファールノーファール、ファールファール何のツッコミもなかったすごいネイティブな感じだった何のツッコミ。あ、ちょ、強い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 、ずるいずるいずるい、危ねえ。これ来たよ、これ来たよ、へい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 。やべだ、もうディフェンス能力なさすぎて。バン、いやー、隣人ごめんちなみにまた夜遅いんで、あ、これ26番のメッシが手の匂いを嗅いでますねさあ、もうやっぱ前線に来た時のさ、お互いの選手のさ、圧がすごいね。能力がやばいこれ勝てんやろ、勝てんやろ、これ。フライパス、フライパス、キーパー、あ、キーパーもメッシだった危ねえ。おい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 、シュッ、やめて。まあまあいい、それはいい、それはいい、それそれそれ、あ、誰もいねえ、どうせ中のショートパスだろ。あーっとキーパー弾くと思ったいやー、これは15番のフリルナ、ちょちょちょ、怖い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 、この絵もこの絵もだいぶ怖い、むちゃくちゃ怒ってる、やば、なるほどね、きたきた、壁となれ壁となれ壁となれ、きたー、何番の飯か分かりませんあー、ちょ、ほんと勝てん、これやばいな、うーわー、これえぐ、あ、それずるくない、今のファールじゃない、おい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 って言ってるよ。すごい、こっちがファールして点にはなってますね。あ、なってるやん、なってますね、なってるやん。クロスから入れたいんだよな。あ、いいね、ナイスナイス、第2の飯、あ、それはおーねー、外す、それきっちー、はい、ナイス、はじいてよー、キーパーグルノ、ナイス面白すぎかよ。お、案外来なかった、来た、来た、オッケーオッケーオッケー、えーしょ、待て待て、下手すぎでしょ、下手すぎでしょ、押し込んでいく、そっちが下手すぎでしょ。えー、メッシのはキーパー下手せずありますか。わ、それあるね、それあるね、マジで。これファールない、ファールっていう概念どこに置いてきた。あ、ちょ、これ怖い、あー、危ねえ、ちょ、待って、下手下手、ちょ、待って待って待って、メッシさ、ダメくない、ゴールキーパーだからですよねいや、まあ今のは確かにポストに当たって戻ったからわかるけどさ、はぁよし、さあ5対3、まだいける、
サッカーのゲームじゃない。いや、ラグビー、ラグビー。前半にもう1点取りたい。おつこ、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 おさ。はい。おさ。あ、つまんない、つまんない。マジつまんない、そういうの。そういうのマジつまんないと思う。うわぁ。あ、オフサイか。さすが。マジか。うん、ちょっと袖の下渡しといたほうがいい。え、それずるくないですか。あー、5対3。オンゴールで入ってます。あ、ほんとだ。あの、スライディングオンゴールですか。あー、そうかもね。いやー、ちょっとクリロナ強えな。強かったっすね。ちょっとサイドアタックと当たりがね、やばい。うん、空中戦がね、勝てん。確かに。マジ、そこでかい。お、ちょ、つまんねえって、それ。それつまんねえって。それつまんねえ。ちょ、浮き玉さ、マジ、ずるくない？浮き玉なしにせん？おい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 シュートー、あーいいよ。なんとかチームで繋いでいく。これもうシュートいけるんじゃない？確かに。うわ、やべ。おーい、さあ、5対4。これ勝てないもん。さすがにファウルね。待って、大人と子供やん。完全に、これすごいもう。やばいよ。ブン。オーケー！これ入る？さすがー！さすがです！この29番じゃない。29番だと。33番。33番、うまいなぁ。うまいね、2得点目ですね。誰だろう、あの選手。メッシっすね。あ、メッシっすか。これやりたいだけっていうね。これやりたいだけっていうね。まさかの同点になりました。それえぐい。それえぐいて。ナイス。さあ、フライパス。メッシナイスからの、あー、取れー、ちょ、待って。えぐいえぐい。オッケー。なんとか守っている。おーマジでこれやばい、えぐいて。マジで勝てん。ロブですかね、勝てんって。キーパーも反応してないのが怖すぎるわ。走れー。これは大丈夫でしょう。え、大丈夫だよね。怖っ。オフサイか。よし、ナイス。そういうこと。やばいやばい、これマジでやばい。そういうこと。わー、ここでの1点は痛い。きたー、24番のメッシー、きた、さあ繋がるか、ドン、よーし、入っていく、ハットトリック。24番のメッシと27番のメッシと28番のメッシと25番のメッシが重なっていく。さあ残り2分。ディフェンダーおかしいってこと？お、でも抑えた。あー、それいいの？うわあ、勝ったー、メッシの勝利でした。いやー、メッシの勝利でしたね。大事、高さって。確かに。もうね、完全にサイド終わってたもん。確かに。サイド攻撃って無理だったもん。確かに。完全セットプレイとかやばかったもん。いやー、もっとセットプレイ使えなかったなー。はい、ということで本日はこれで以上とさせていただきます。まあ、メッシ対クリロナというよりかはネモさんとベタのウィーレの能力が低すぎたっていうのもあるかもしれませんね。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよならー。さよならー。メッシ強かった。